はい、今日はですね、2023年8月の25日、時刻はですね、12時5分。ここはですね、次元寺の正面流しがある方のですね、公園ですね。今はですね、ちょっと待ってね、あれを新しく作ったですね、ビデオスライダー、純ビデオスライダーっていうようなやつをですね、作ってきたんですけどもね、それのあれ、試作っていうか、なんていうんですかね、実際ほら動くかどうかちょっと試してみたんですよ。動いたことは動いたんですよ。家の方で何度もテストしましたからね。なんだけど、この次元寺みたいなですね、どう言えばいいんだろう、今日のこの前の動画で多分出したと思うけど、もう昔からの、遊歩道となってるんですけど、まっすぐじゃないんです、地べたはですね。そこにはですね、あれが、木の根があったりですね、それからもうその地面自体がほら、でこぼこしてるんですよ。でそこで、被写体を見つけて、そこにその今日作ったやつをですね、試作機をですね、頭の中ではすって持っていけると思ったんだけどですね、いやー、なかなかやっぱり現場に持ってくるとですね、違いますよ。現場を知らずして物を語るなって言うけども、実際そうだと思いました。だけど、あれが、どこをどういうふうにすればいいのというのはですね、大体分かりましたがよ。作る途中でそういうのはイメージするんですよ。もしここ片側がこう、段差があったらどうしようかとかですね、そういうのを頭に入れての制作したんですけどね、マシンっていうほどもないんですよ、なんていうことないんだけど、でもそれでもですね、現場に持っていくとですね、撮影する途中にですね、これはこのまま行くと下手すると腰を悪くするなとかですね、そういうのがあるんですよ。2、3分そこで撮影するだけならいいけど、それを繰り返し繰り返し、あっちでもこっちでもってなるとですね、ちょっと無理な姿勢をね、取るような形になるもんですからね。いや、 やっぱりそういうのが大事なんですよ。そういうのをちょっとね、手を抜くっていうかですね、分かっているけどまあいいかなんてことをしてるとですね、かえってその撮影時間なんかがですね、撮影に時間かかったりですね、思ったアングルというかいい場面が来たのにそれを撮り逃すっていうのがあったりするんです。ですからね、今日はね、帰ったらね、すぐあれですよ、改良に取り掛かります。でこれをパソコンに入れて、それで、今の時間時まで来た動画とですね、の後ともう一つはその時間時公演の、ちょっと待ってくださいね、次元寺公園の中で撮ったやつ、あれは音楽をちょっとつけないとおかしい、いやだってほとんど動きがないんですから。今日はね、今そこの左の植え込みの木はこう風に揺れてますけど、あそこのね、
次元寺公園の中はですね、ほとんど風がない無風状態だったんですよ。それで、ここあれですね、無風状態だったんですよ。そうするとですね、もう写真と変わらないんですよ。私はいつも言うみたいに、動画は何かが動かなければいけない。もし風景が動かない時はカメラの方を動かさないといけない。カメラの方を動かさなければいけない。鼻声でしょう、まだ。すいません。それで、だからそのビデオスライダーとか今日のそういうなんかを使ってるんですけどもね。だからそれはね、やっぱり BGM を使わないといけない。ずっとセミが鳴いてくれてたらよかったんだけどね、たまにセミが鳴くだけでしたからね。だから BGM を使うっていうやつですね。いや、映像はね、奥が深い。自分が理想にとする映像が欲しかったら、やっぱりそういう映像が撮れるところまでいかんないかんし、撮れる思った映像が撮れなければそこでずっと待たないかんとかですね。それはね、静止画写真家の方も一緒ですよ。まだちょっと落ち葉には早いけど、枯葉がこう待って、それがハラハラと落ちる感じを撮るってなるとですね、今日ちょっとあれしてみよう、遊んでみよう、遊んでみようというか まあいつもあれなんですけど、そこにほら、あれがあるんですよ。今から出てきますけどね。大したことじゃないです。大したことじゃない。大した遊びじゃないんですけどもね。あれ的に、ドライブ動画的にですね。この辺はほら、高低差がないですからね。高低差がないときはですね、393に頼まないかね。393ちょっと屋上をあれしてね、寄りませんけどね。サンキューです、サンキュー。太陽グループですね。桜島が見えませんでしょう。なんかね、今年はですね、あれから梅雨明け、その前からですけど、パーンとしたですね、天気のいい日がですね、1週間ぐらい続くとかですね、そういうのはなかったですね。ですから私が、これ言い訳にもなるんですけど、地方に出られなかったんです。やっぱりね、地方に出る時はやっぱりこう天気がいい日がいいですからね。はい、ここサンキュー和田店ですね、の屋上から見るとですね、こんな風景が見えますからね、ぜひ皆さんもね、サンキュー和田店に来てくださいね。ですね、ちょっと待ってくださいね。ここも前は何を買いに来ただけ、100円ショップじゃない頃ですね、よく来てた時代がありましたよ。もう何十年も前、ここができた頃ですかね。これからですか。これからもう帰るだけ。腹が減った。今12時14分。もう一回止まりますからね。
おまかせテレビの方で、もしかすると昔のっていうか昔言っても一番古いのでも2年ぐらいですけどもの動画を、こういう信号待ちをカットしたやつに私が鹿児島弁講座みたいなのをですね、始めるかもしれないし、もうすでにこの動画が山のこの動画が上がる時はしないか、まあそういうのしますからね。んで地方に行きます。天気を見てですね。ただこれぐらいの天気はねちょっとねやっぱり地方紹介はあれ、なんか地方やっぱりいい天気にね前もらったコメントの中でこんないい天気の日に、私のその生まれふるさとですねそこを走っていただいたんですかっていうねコメントをね 3つぐらいもらいましたよ。ですからやっぱりいい天気に、回るとなんか自分の生まれ故郷が大切にされてるっていう風にやっぱり取られるんでしょうね。いや私もだからそういうスタンスでいます。だけどですね、一日のうちにこういう、まあ、雲がちょっと多くなってっていうぐらいののがちょこっと入るぐらいは別に構わないんですけどこれがその日のピークとかなるとですねやっぱりね私のその地方に対する思いがですね許さないって言うとおかしいんだけどやっぱりそうですよ。でさっき話天気の話だから話は変わらないか撮影中ですねなんかね低いね雷さんの音も聞こえたんですよ。ほんで昨日もねそういう言われがあって一昨日か実際にね雷稲光がですね来たこともあったんです。土砂降りになったりですね。ですから地方の、動画があんまり上がらないってちょっと待って右行きますからね思ってる方のためにも、以前のアーカイブを、ちょっとね、ノンストップはここ左行きます。ここに行こうか。さっきあそこで信号待ち待ちでですね信号待ちしている間にあたまにはここもまた通ってみようかなっていう感じ。この辺りが昔のこの右が側は昔は海だったんじゃないですかね。今は川みたいになってますけども与次郎ヶ浜のあっちの方いや与次郎じゃないわ卸本町の方も埋め立てなんじゃないですかね。ちょっとはっきりしませんけど中で、私のこのドライブはですね地名とかほらそのあの辺りのちょっと待ってくださいが多いでしょう。しょうがないですもんねこれね。右行きます。ちょっと待ってくださいが多いのはしょうがないですからね。今ここからこう、まあ、右に行くわけですけどこの道路もですね結構長い間この、開通しなかったですよ。開通しなかったというかですねあここも左行きます。前がね赤信号です。途中までは道路ができてて
その間に、何軒か20メーター分ぐらいかな、ここ右行きますからね、20メーターぐらいですね、細い道があってっていう感じがあったんですけどもね、今も当たり前みたいにあれしてますけどね、この辺をね、いやここをあれしたな、前北海道の方にこの辺りを、ここじゃないんですけど、もっと向こうですけど、紹介しますからねと言ったけど、あこの辺りもいいわ、いやこの辺りもねずっと紹介しよう、もういろいろあのリクエストをいただいたり、もしくは私の方が勝手に何々しますからねって言ってからそのままっていうのは結構ありますからね。あ結構ね、この公園で見張あれもいい、なんか雰囲気もいいですよ、雰囲気もいい。左行きます。もったいないですよ、だからあの今のその雰囲気もいいといったところをですね、ほとんど人がいないんですよ、駐車場がないからね、だからそのあたりもね、なんかこれから提案という形でね、こうしなさいとか、なんでここは人があの駐車場がないのっていうスタンスじゃなくてですね、ここをこうしたらいいと思うんだけどどうだろうかみたいなですね、そういうあれもやっぱり言っていかないとですね、ただほらここは何々町ですとかですよ、右の方に見えるのが、どこけ情報高校ですよね、寮ですね、寮だから、こういう案内じゃなくてですね、もうあっさりと、もうそのお前は、まあ友達ですけども、お前はそのあたりの、何け土地に関する知識とかそういうのがないわけだから、もうそれはもうあれしたらって今までもずっと言ってきたろうがって、ほんでみんなお任せテレビはほとんど何も知らないままドライブをしてるっていうのは分かってるから、だからあれで、もう黙って走れ、黙って走って、ほんでその分はその分として、鹿児島のですね、記録、それからの痕なんですかね、渋滞ぶりを、ここでもそうですよ、どれぐらい待つのかとかですね、そういうのの記録としてで、何十年か後には記録あれが出てくるかもしれないけど、だからそれはそれとして、でチャンネルがせっかく3つもあるんだから分けたらどうかってやれてますよね、まあ、そういうのもやりますって言ってからそれもやってないんだけど、いやね、やっぱりねちょっとね、あの制作ものをしたんですよ、お行さとかね、それからあの花火大会とかですね、そうしたらね、そっちの方がね自分としては楽しい、時間はかかってですね、あのあれはあのなかなかアップできないんだけど、そういう制作ものはですね、でもね楽しい、効率的には悪いですよ、すごく効率的には悪いなんだけども、でそういうのにですね興味を示してくださるリスナーの方もねあんまりいない、いやそうなんです、それはもう世界的な YouTuber もしてもそうなんです、そういう映像にはですね、あのみんなあんまり興味を示さないんですよ、これは分かってる、分かってるんだけど楽しいんですよね、それはね楽しいですよ、だから効率の悪いのがお任せテレビかもしれない、あの何ですかね、あんまりこう煽るようなことをしたくないしですね、
だからまあそういうことですね。ということでこの辺りでお開きしましょうかね。はい、ありがとうございました。